ビデオカメラのデータ復旧を行いました。福岡県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZHD6。 ビデオカメラが故障し電源が入らなくなった。他社さんに送って診断してもらったらデータは復元できるという回答だったが、見積もり金額が高額だったので断ったという状況です。データ復旧処理を行い、11時間26分の動画データ 100% の復元に成功しました。